はい、こんにちは、まもチャンネルです。今回はですね、レビュー案件動画の方を、紹介してみたいと思います。こんにちは、まもチャンネルです。今回はですね、ピクロンさんのポータブル電源の紹介をしていきたいと思います。 E1500LFP というモデルなんですけど、結構コンパクトで両側に取っ手ついてるんですけど、ラバーが巻いてあるんで結構重たいボディなんですけど、持ち運びがね、手が滑らないのですごい持ちやすいですね。前面にはね、たくさんのこうポートがついてます。早速ね、この E1500LFP の説明をしていきたいと思います。まずね、ポートなんですけど、こちら DC のインプットですね。コネクターが2ポートついてます。すごいね、700ワットとか100ワットの入力がこのコネクターからできるみたいですね。で、その下が AC インプット、こちら家庭用の 100V のコンセントからこちらに行動させば急速充電ができるみたいですね。とその右側、こちら AC のアウトプット、こちら 2200W の出力ができる 100V のコンセントですね。あと右側が、こちらがね、じゃじゃん、こちらワニ口のね、これ赤と黒の、これブースターケーブルと同じような形状のケーブルが付属してるんですけど、このね、このコネクタ、こちらのコネクタをここにね、プチッと挿すと、なんとね、これ30アンペアの 12V なので、車のバッテリーが上がった時などにこのワニ口を挿すとですね、バッテリーが上がった車でもエンジンの始動ができるみたいです。すごいね。そしてこの右側は、このキャップを開けると車のシガーレットと同じ形状のソケットがついてるんで、車で使っている携帯の充電ケーブルなどを挿せばこちらでも使えますね。で、その下がこちら USB のポートが、6ポートついてます。まずタイプ C の方が2ポート、タイプ A の方がですね、4つついてます。そしたらね、早速ね、ディスプレイの右側にある DC と AC ボタンっていうこの丸いボタンをですね、どちらでもいいので押してみます。モニターがすごい、数字が大きくて見やすいですね。はい、じゃあまずですね、ご自宅の方にこのポータブル電源が届いたら、まず DC と AC ボタンを両方長押し。すると、シンボルマークが点滅したらすぐ DC ボタンを長押しすると、設定がこちら4項目出てきます。まずね、1番目。こちらね、AC 電源の周波数、60Hz と 50Hz が選べるので、吸収はですね、60Hz なので、60Hz で決定。すると次の項目ですね、2番の方。こちら AC のボルト出力の方が3段階。100V と 110V、120V なので、家庭用のね、電化製品は 100V なので、100V にして決定。3番の方がですね、本体の自動電源が切れる時間の方を設定できます。1時間、2時間、3時間、4時間。4時間までできるのかな?設定ができます。と、4番目。こちらがね、RST かな?これ。こちらは何かというと、携帯との Wi-Fi を接続するときの設定をリセットするときにこれを使うみたいですね。はい。と、4番で終わり。で、この EEP っていうのが出たら、設定が完了します。はい、じゃあ、ディスプレイのね、ちょっと紹介をしていきます。まず今ね、DC の電源ボタンを長押ししたので、今 DC アウトの表示は出てるんですけど、同時にね、AC ボタンも長押しすると下に項目が追加されます。このシンボルマーク、電池のですね、残量のインジケーターの下に、こちらに映っているのがバッテリーの残量ですね。で、この右側が今 30.6 時間になってますけど、何も使ってない状態なので、今無負荷で 30.6 時間使えますっていうことになってます。試しにね、携帯をワイヤレス充電に置いてみると、今ね、上にワイヤレス充電器も搭載してるんですけど、そちらに置いてですね、携帯の今充電を始めたんですけど、約ね、こちら 9W ぐらいまで上がってくると思います。で、9W から10W、あ、もう 11W までするの。お、すげえ!今携帯の充電で今 12W 使ってますね。で、12W を使い続けると、70% の残量で22時間使えますよってことになります。かなりわかりやすいね。じゃあ外側のですね、説明の方を今してきたので、今度はですね、細かな詳細を説明していきたいと思います。あ、梅雨抜き忘れた
まずね、一番気になるとこなんですけど、バッテリーの種類ですね。こちらもちろんリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載です。このね、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのメリットっていうのはですね、ペクロンの E1500LFP は寿命の長さと安全性の高さが特徴の永久セルを使用しているので、発火や爆発が起こりにくい、優れた安全性と安定性を実現しています。充放電サイクルがなんとね3500回以上できるそうです。その後3500回以上充放電を繰り返した後でもですね、初期容量の 80% 以上をキープしてるみたいなんですよね。要するに3500回以上充放電をしても当初のポテンシャルの 80% を下回らないっていう優れたバッテリーみたいです。まあ例えなんですけど、1日1回の充電で約10年間使えるそうです。それとね、E1500LFP はペクロン専用の拡張バッテリーというのがまたラインナップされているので、そちらを2台接続するとですね、元が 1536Wh の容量なんですけど、拡張バッテリーをつなげるとなんとね 7680Wh まで拡張ができるみたいです。なのでね、外でアウトドアとか災害現場作業の時もですね、拡張バッテリーでパワーアップさせれば長く使えるみたいですね。あとさっきもちょっと説明したんですけど、ポータブル電源の本体と携帯の方をですね通信させて、待機時間、バッテリー残量、充電が完了するまでの時間、あとここに表示されている AC/DC の入力ワット数とか出力の方の確認もできるということですね。あとはディスプレイの照度とか警報記録のチェックとかですね、そういったのも携帯で遠隔で確認ができるみたいです。あと UPS っていう機能がついててですね、ちょっと難しいんですけど、家庭用のコンセントからこのポータブル電源にコードをつなげて充電をしながらですね、そしてこちらのポータブル電源の AC100V にコンセントつないで、例えば電源が落ちてほしくない、例えばバッテリーを搭載してない、電源が落ちるとまずいもの、そういったものはですね、家のコンセントに挿したままだったら雷とかですね、規定常時の停電の時なんかに電源が落ちてしまうんですよね、もちろん。だけど UPS 機能といってですね、こちらに充電をしながら使用機器をポータブル電源を介して家電品を使うとですね、万が一家の停電が起きた場合も家電品には自動でですね、こちらから供給が始まるようになってます。瞬時に切り替わるので電源が落ちることもないみたいなんですよね。それが UPS 機能っていうのが、搭載されています。で、充電時間なんですけど、家庭用のコンセントからこちらに充電ケーブルをつなぐとですね、 80% 充電するまでもとい、全部このポータブル電源の容量を使ってしまって 0% から 80% まで充電するまでになんと1時間だそうです。1時間で 80% まで充電して 100% 満充電するまでですね、 1.8 時間で満充電するみたいですね。だからやっぱこういった点もリン酸鉄リチウムイオンバッテリーのやっぱすごさっていうのが分かりますよね。すごい。まあ、例えばね、ノート型パソコンだと満充電で22回、小型の炊飯ジャーだと 6.5 時間、ヘアドライヤーとかは 500W で 2.6 時間、電子レンジはね 1000W で1時間も使えるそうです。あと大きさなんですけど、じゃあ横幅が37センチ、高さが30センチ、で奥行きが23センチですね。で重さの方が 18.7kg、ね、あんまり大きなポータブル電源も重たくてですね、持ち運びが不便だし、まあ、自分的にはね、このくらいの大きさっていうのが一番手頃ででね、使うのに便利だと思います。こちらはね 18.7kg なので、まあ、結構手軽に、使うことができると思います。最近、日本列島どこそこでですね、地震の方が発生してますけど、万が一停電になった時っていうのは、家庭用のコンセントからこちらにね、充電するケーブルをつないでも充電ができないんですよね、ちょっと停電してるんで。なのでソーラーバッテリーっていう方法があるんですよね。じゃあちょっとそれをね見てもらいましょう。あ、梅雨抜き忘れた。ちょっと一旦、ポータブル電源は横にバイバイして、はい、200W ソーラーパネルですね。
家が停電しててもこれがあればね、ポータブル電源の充電ができます。はい、まとめました。よっしゃ、あー色どんどん一緒だなこれ。うわお、で前にバッグがついてるんだね。これを開けると、あーはいはいはい、わ長っこのケーブル。こちらのねケーブルをこのポータブル電源の方に接続するとですね、充電ができるみたいですね。よっしゃ、オープン。うわ、あこれはいいわ。天気がいい日はね、このソーラーパネルを広げて充電ができるみたいです。パチッとってできる。あでこっち側マグネットになってるんですね。あこちらのソーラーパネル 200W なんですけど、天気がいい日ですね、 E1500LFP をフル充電するのに9時間から10時間、あとこのパネルをですね2枚、要するに 400W で充電すると5時間から6時間で満充電するみたいですね。このソーラーですね3台までつなげることができるみたいで、 600W、 要するにこのソーラーパネル 200W を3枚使用した時には 3.5 時間から4時間で、このポータブル電源を満充電できるみたいですね。常に使うならばこういうソーラーで発電してリアルタイムに使うといいんですけど、まあ夜にですね照明を使うとか、ケトルでお湯を沸かしてカップラーメンを食べるとか、そういう時には昼間の天気がいい時にソーラーパネルで充電してポータブル電源に蓄電して夜ちょっとずつ使うっていう方法になると思います。それではですね、このピクロンの E1500LFP を使ってですね、実際にちょっとなんかちょっと家電品をちょっと持ってきてみよう。ちょっと待っててね。はい、お待たせしました。よいしょ、はい、どこの家庭にでもあるティファールのお湯沸かし器ですね。じゃあコンセントにイン。じゃあね、これティファールがちなみにこれがね何ワットだったかな、書いてある。ん？あれどこに書いてあるの？うえぇ！耳に水入った。やっちまった。あ、こっちに書いてあるね。100ボルトの、これがね、1250ワット。はい、じゃあ1250ワットのね、ケトルを今から、お湯を沸かしてみたいと思います。1250ワットバーサスペクロン E1500LFP で、お湯を沸かしてみたいと思います。お水はねマックスの 1.2 リットル入ってます。それじゃあスタート。おっ、なったなった、すげー。AC のアウトがですね今 1235W になりました。あ、排気ファンが回り始めた。お、ふわーんって言ってる。お、かっこいい。でもファンは全然うるさくない。電池残量は 66% で、残り70分使えますっていうことですね。1200W ずっと使い続けたら70分でなくなりますっていうことですね。もう今下の方にちょっとね気泡ができ始めた。今1分ぐらいかな。いやもう車にこれ一つ積んでティファール乗っけとけばですね、もうカップラーメン買って冬場でももうすぐ、車中泊で、ラーメンタイムができるの。これあ、耳にめっちゃ耳に水が入っちゃって。さあ、いよいよ沸いてきました。ガスコンロでもね、やっぱ1リットル以上のお湯を沸くすのに5、6分かかるんじゃないかな。今ね、約2分ぐらいなんですけど、もうね、少したぎってきました。はい、依然としてね、出力弱めずに今 1230W 出力してます。ついでにね、ちょっと今この沸いてる時に同時使いしてみよう。ちょっとお湯沸かしてる時に電気の丸ノコを使ってみます。じゃあいくよ。でこのディスプレイとこの、一緒に動きを見ててくださいね。スイッチオン。
こういう電気製品ってですね、起動電圧って一旦こうバコーンと上がってですね、その後定格に戻るんですけど、その大きな山もねきちんと余裕で乗り越えてましたね今。あ、もう湧いてきた湧いてきた。あ、湧いた。はい、今ティファールのお湯が沸きました。ほら、便利な時代になったね。やけどしないうちにちょっと下に置いとく。あ、で今出力をしなくなったんでファンも今止まりましたね。何やこれ、まあ。はい、ということでですね、今回ペクロンの E1500LFP 紹介しましたけど、まあ、やっぱ性能がねどん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 上がっていってますね。この前熊本の方でもですね震度4の地震があって、まあ、停電とかは全然しなかったんですけど、まあね、南海トラフとか大きい地震とかがこれからね 80% 近くの確率で起きるっていう、この日本列島にやっぱ住んでいる以上、こういうですね、備えも必要なのかなと思いました。ということでね、こちらの商品の方を、興味持たれた方はですね、動画の、概要欄の方にですね詳細の URL の方を貼っておきますので、そちらの方をチェックしてみてください。はい、ということでね、今回はペクロンの E1500LFP の紹介でした。今回もご視聴ありがとうございました。